はい、で今回ね、100均で買ってきたミニチュアオブジェでして、シーリン料理ストーブですけども、これでございますね。これはストーブ、昔のこのストーブですね、昔のストーブで、よくあの学校、小学校の時とかね、まあありましたけど、やっぱりこう子供ってやっぱり考えてることがみんな同じですから、やっぱストーブがあると、わあ寒い寒いとか言ってですね、ですごい近くにこう寄ってきてこう温まろうとするんですね。でそうするとあの火事になったり服が燃えたりするんですね。私もよくそれやってしまうんですけどね、あのストーブが近くになってね、あのライブやってる時になんかモクモクモクって煙が出てきたんですね。で何だろうなと思ったら服が燃えていたっていうね、あのモクモクしてるからなんか変だなと思ったら、なんかすごくなんかあの煙っぽくねみたいな感じになって、何だろうなと思ったらですね、あのストーブでこう後ろでこう温まってたんですね、モクモクモクっていう煙が出てきて、あのね、火がつくとこでした。危なかったんですけどね、大変危なくて、良い子の皆さん真似しちゃダメだよみたいなね、大変危なかったんですけども、まああのそういうことがありました。だから私もストーブに近づきすぎてね、よく服がボロボロになったりするんでね、あのズボンに穴が開いたりとかね、まあ、してまして、それ気づかないで履いてる時がありましたからね。まあやっぱりストーブってのはやっぱりあの近づきすぎて危ないなみたいなね、いうのを改めて感じるんですけども、まあなかなかねそういう風なものです。でこれミニチュアとしてはよくね、まあできてるもので、まあすごくねいいなと思った感じですね。でこういったのがあって、非常にこのストーブの昔のストーブっていう感じのね、ものがよく出ていて、そういうところがまああの非常に好きなものだなっていうのを感じる車でございます。あ、車じゃない、ストーブですね。どうもありがとうございました。